こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。今日はですね、もう鮮度抜群です。今日は、今日入庫した、というか朝持ってきたピチピチ取れたて取れたてのお車を紹介したいなと、はいはい、今日のお車は、また最近見かける 34GTR ですね、なんか最近 34GTR の査定が立て続けというお噂を聞いたんですけれど。そうですね、毎週毎週何台かずつ査定してます。やばい、34だけで。しかもほぼ買って、なぜかね、売っていただけてるみたいでね。そうそうそう、はい、本当にありがとうございます。なぜか、そうそう、買った店で売ればいいじゃん、なあ。まあね、なあ、あ、じゃあ買った店とは違う店に売っていただいてる感じですか。そうです、買った店でね、あの買い取りしちゃってる感じですね。およよ、はい、どういうことなんだろう、はいはい、はい、じゃあ今日こちら紹介していきます。はい、はい、うん、黒久しぶりに見ましたね。うん、うん、いいね、黒。いや、黒かっこいいよ、うん、しかもね、はい、こう大人チックなこの改造、派手じゃない、はい、まあ、ちょっとこうモール、そうなんですよね、モール的な、目が行く、うん、ワンポイントだね。ワンポイントですね、うん、やっぱ赤いサッシャー入れとかないとね、花ちゃん。確かに ね、ここにも入ってるの知ってた、ほら、赤いワンポイント。本当だ、お揃い、ね、お揃いよ。あなたたちお揃いなのよ。阿部ちゃんも。サシを入れる。俺ないから。ここね。はい、赤黒ですよ。うん、赤黒で。そう。今日は赤黒ですか。秘密です。どうでしょうって来なかったら。一応ね、あのエアローとかもついてて、ね、フェンダーもこうね、あのこういう Z チューンのフェンダーがついてます。これどこから来たんですか、今日は。これはタワーマンションから来ました。タワーマンから来ました。初めて来た。東京のタワーマンから。東京湾ですね。そうです。東京湾で、はい、あの取れたピチピチの車です。あ、はい、いいじゃないですか、はい。まだ鮮度抜群です。ホイールも定番の入っちゃって。はい、そうだね。うん。フォルクレーシング。フォルクレーシング。サイドにもワンポイントが。うん。おお、本当だ。うん、うん、うん。これエアロいいよね。エアロいいですね。うん。これぐらいがいいのよ。うん、社外野郎ダメですよ、ミスモ野郎にしてね、うん、あ、出ましたよこれ、リスペック2、トゥじゃないけどね、トゥじゃないですか、うん、前期だから、うん、V スペック V スペですね、もう2ではないけど V スペック、やっぱこう、いがわしい店で売るときはこういう風にして売る感じです。あ、ここになんかいろいろつけちゃうからね、はい、そうそう、いがわしい店で売るから、はい、いがわしい店なのかな、本当にあ、でも程度はなかなか、そう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 、マフラーもレイマックス、うん、そう、こちなみにここのこうバックランプとかこの後ろのハイマウントとかはね、はい、あのトラスト企画で購入していただいてます。ありがとうございます、お客様です、はい、やっぱ撒いた種は拾わないと、ね、そうそうそう、ただもう釣ってますから、はい、はい、いいですね、うんうん、もう別に外装文句つけようがないですね。まあここにね、うん、あのなんかあのー振り傷があってちょっと、あ、ここね、はい、あ、本当だ、はい、どうやったらここするんだろう、うん、これはね、いたずらされちゃったんですよ、当て逃げされちゃったからね、かわいそう、うん、そう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 、ちょ、走行距離とかどんな感じですか。もうニスモのメーターが入っちゃってんじゃないですかね。本当だ、あ、本当だ、メーター改ざんじゃないですか、これ。メーター変えてるんじゃないですか、これもしかして。今34,633キロ、いやだって3万キロです。前期の34で3万キロだって。3万キロで売らなくちゃ。え、でも大体の34って交換歴とかしっかりしてるイメージですけど。でもなんかさっきからいかがわしい店って言ってるからさ、どっから買ってんだこの車。え、いかがわしい、あ、そうか、え、書類あるよ、あるよ、一応あるよ、書類あるよ、よし、はい、はい、ちゃんと書類ありますね。車検証あって、はい、おお、出た、ちゃんと書いてる、ちゃんとほら見て、出てるのは、これちゃんと写してほら、ここ大丈夫ですよ、ほら、ここですね、うん、ほら書いてある、52,005キロ、本当だ、うん、2018年、52,000と34,000足すから、まあ85,000みたいな。あ、まあそう考えれば妥当ですね。うん、程度を見ると。うん、あとは記録簿とか、あ、取説とかもちゃんとあるじゃないですか。全部。説明書もあるし。説明書もあるし、ね、全部。そう。自動車保険証も入ってるじゃないですか。それ入ってますよね。保険証券も入ってる感じで、これお返しするべきものですね。
あの全部ね、こう、じゃあ保証し、車検ついてるんですね。車検ついてます。ね、はい、はい、車検はねついてます。来年の6月までついてますね。はい、平成11年車の、うん、34 GTR V スペック、色が黒で、距離が、あ、違う、うんとね、距離が8万6000キロ、うん、で、車検が、令和4年の6月まであります、うん、はい、あ、でもちょっと走ってるかなって感じ、今まで見てきた極上車からしたら、まあ、あの極上車ってまではいかないんですけど、まあ、あのこの辺のクラスのが一番売れんじゃないですか、逆に。あ、プライス的にってことですか。そうですね、買いやすいと思われます。はい、安いと言ってももう桁が違うぐらいの感じですからね。はい、うん、まあ、いくらで買ったか知らないよ。あ、そうですね。あ、でも3年ぐらい前に買ったお店とね、違うお店に売っていただいたってことなんですけど、うん、なんかあったんですかね。どうなんだろうな。まあ普通はほら売った店に売れればいいじゃないですか。まあそうですよね。だってほらトラスト企画はうちから車買ってまたねお売りいただく方いっぱいいますから、ズブズブな方いますけど、うんうん、ここの店は違う感じ。ここの店はね、買ったら次はね、はい、あの違う店で売るらしいですよ。なんでだろう。なんでだ。まあ、まあ、おそらく、まあ、うちに売りたかったんですよ、お客さんは。はい、あ、じゃあ YouTube 見ていただいて、 YouTube 見ていて、ファン、はい、はい、あ、そういう人が一番ね、騙されるパターンです。トラスト客に騙してはいないですよ。騙してきたんですか。騙してないけど、安く買い立ててきたの。いかがしい店になっちゃいますよ。いかがしい店に。同じ穴の無地だねって感じで、今だってほら待ってる人いっぱいいるわけですから、34の査定。そうそうそう、今ねこういう風な話してるから、はい、ちょっとトラスト客に売るのやめようかなとかってさ、うん、思ってもらって少し楽にしたい。あ、そういうこと。自分の仕事を減らしたい。会社の利益に荷物。いやいや、今本当パンパンなんだよ。パンパンなんだよ。今日たまたま朝いて、うん、ちょっと時間あるから撮りましょうかっていうね。そう、もう35分しかないのに1本撮りましょう。そうそうそう。捕まえないといけないの。おかげで長話最近聞けてないですけど、ね。こ、まあ、の間30分話してるね。いい感じだ。エンジンも見てみる？あ、エンジン見たいです。あ、カーボンだった。ごめんなさい。カーボンでした。カーボン。あの、フロント周りだけで100万ぐらいしてますから。はい。はい。まあ、基本ノーマルで。いいですね、いいですね。一応、まあ、ニスモの、あの、インテークが入ってて。あと、一応細かく言うと、3号の、R3 号の、エアフローがついてますね。はい。はい。あとはコンピューターも、はい。ロム書き換えか。うん。あ、そうですね。はい。354になってる。そうです、はい、なるほどですね。はい、足回りも一応、オーリンズ、この色はオーリンズだねかな、うん、はい、あれが、うん、アラゴスタ、アラゴスタっぽいね、オレンジ。わかんねえ。オーリンズはもうちょっと黄色っぽい。なんだよ、これ何色、何色ですか。オーリンズだ。オーリンズですよ。何色ですか。オレンジです。サナちゃん、黄色はどうなの。黄色、うん、黄色いのって、黄色いの取り付けたりします。アナちゃん、取り付けたりします。たまに、ね、年一ぐらいで取り付けたりします。しないですか。黄色派手ですね。ラインナップには、ラインナップにはどうでしょう、うん、どうでしょう。そうですね、あ、なんでしょうね。はいはいはい。はい、まあ、でも、まあ、もし内容だったら用意しますよ。まだ続いてる。あの、タンプレで、タンプレで用意します。タンプレで。もう過ぎました、誕生日。でもまあ別に、これといってね、うん。普通です。普通ですね。大人の GTR って感じ。はい。外装によりお金がかかって。この辺磨きたいなって感じだけどね。うんうん、バフ掛けしたい。うん、でもストラットも綺麗だし、うん、サビもないですね。サビもないですね、うん、こう派手なね、追加メーターもついてないし、うん、内装もノーマルだし、ハンドルだけちょっと小径に変わってるんですね。でも純正エアバッグ仕様のやつですよね、うん、はい、いいですね、うん、こういうの一番いいんじゃないですか、買い取りの車の中では。これ最高、最高ですよね、うん、色もいいしね、V スペックだしね、あのこういう、あのボンネットもついてるし、はい、うん、こういうの最高ですね。最高ですね、はい、エアロも一応巻いてあるし、全部ね。お客さんがこの車を買った店が最高だったかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、車は問題ないじゃないですか。車は問題ないですね、はい、車は問題ないですよ、うん、
いやなんか売り手の問題じゃないですか。売り手の問題なんですかね。何があったんだろうね。買った店と。だって普通お世話になってるところに戻しますよね。あ、よっぽど付き合いが悪くなければ。まあね。うん、だんだん流れてきたな、うちの方にな。うん、もう全国の34 GTR ここにどんどんこう来てますからね。今ね、そういう風に今動画を作って流そうと企んでますから。事実ですから。別にあの作ってないですからね。本当に入ってきてますから。はいはい、この間もワンオーナーの紫とかね、入ってきて。あ、そうだね。ちょっと紹介しましたけど。うん、ミッドナイトのやつね。いいですね。はい、最近の34の流れはどうですか？なんか車の程度とか、こうお客さんのご希望とか価格とか。ね、うん、やっぱりお客さん的にうちの概算出して、うん、一応査定にお伺いして、まあ、プラス査定をして買い取りさせてもらってるんですけど、はい、まあ、そもそも最初の概算の時に、まあ、多分、まあ、予想様にも聞いてると思うんですよ。うんうんうん、でやっぱり、まあ、どこに売ろうかなって言った時に、トラスト企画をね、うん、あのご指名していただけるっていうのはね、すごくありがたいですね。ありがたいですね。はい、まあなんか別にね、値段同じだったら近場にとかさ、うん、あんま決定的なプッシュって、うん、なかなかないと思うんですけど、まあ、うちもね、別に今日、うん、売ってくれればこの値段出しますとか言いがちですね。そう、なんつう、最初安い金額言って渋ってると少しずつ値上げしてきて、こうね、最初の値段何だったのっていう風な値段まで違ってきちゃったりとか ね、 なるほどね、するケースがあるんですけど、うんうん、もう最初にこう一発こうガツンってね、いう感じ。うち小出しにしないですからね。しないですね、基本的に。その暇がない、はい、さっさと査定したいみたいな。まあそうですね、このお客さんも一応ね、はい、まあ、車売る予定ではなかったんですけど、まあいろんなその家庭のご事情があって、ご家族が増えるっていう感じで、はい、おめでとうございます。まあスポーツカーじゃない方がいいんじゃないですかって感じで。わあ、なんか刺さるなということで。なるほどね、はいはい、じゃあ、あ、そういうね、お祝い事ですねって話で、はい、はい、うん、うん、じゃああれじゃないですかつって、じゃあ査定にプラスしますよって話で、ね、今のうちに誕生祝い、そうそう、今のうちにね、これほら、あの取れたて東京湾沿岸ですから、東京湾クルーズでも、あ、いいですね、してもらって、はい、ディナーでも食べれるように、うん、そうですね、その時に一応値段的に、最初に刺した値段よりもプラス20万させてもらいました。だって2、3万じゃほら、一泊のちょっとシティホテルとかそういうところにしか行けないじゃないですか。いや、2、3万でも泊まれないですよ。あ、泊まれない、5万ぐらいでもね。5万ぐらいでね、うん、まあ、20万ぐらいあればさ。いや、20万あればディナーって船乗れるじゃない。ディナーって泊まれます、ね、船乗れるじゃない。なうわ、ないや、いいじゃないですか、はい、お客さんもね、ふわっとなるし、心が、うん、後悔しないですよね。こっちも車変えてね、ほいほい、ほいほい売っちゃうかもしれない、そういうこと言ってるね。はい、そういう手口ですからね、気をつけてください。今ね、ミー君のね、実中にはまってる感じです。洗脳してますから、毎日。そうそうそう、もうね、入学祝いね、ね、あの就職祝い、はい、ね、出産祝い、はい、結婚祝い、ね、はい、何でも、あの、書きますか、ここ、ピッピッピッ、はい、契約書に、結婚祝い金って書いたことあります。すごい、すごい、はい、結婚祝い金としていくらとか、結婚式代も出してくださいみたいな。そんな感じだよね。いいですね。車と別に。いや、じゃあ参加させてくれだったら俺ちゃんとご祝儀持って伺うよ。おご祝儀。あのゲストで、ゲストスピーカー、うんうん。これからいいんじゃない？多分。あ、ね、もうね、季節ですね、うん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 。コロナとかもだんだんね、こう収まってきてね。来年の6月ピークだと思います。うん、うん、そう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 。タネムーン代と。いいですね、はい。なんかそういうサービスも始めちゃいそうな雰囲気ですけれど。そしたらほら横でさ、あの阿部ちゃんと花ちゃんとかも一緒に行ってさ、あ、そうですね。僕なんか速攻で YouTube やってみたいな。生中継。生で。式場から送る。そう、2時間ぐらいかけてこうしゃべしゃべ入れてもらって、もう時間ですって押されちゃってな、もう終わりですみたいな。あのお友達のね、歌もあの歌えずに終わってしまうんです。主賓の挨拶もなかったみたいな感じで。尺長すぎて、うちの披露宴ぶち壊しかけて。そう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 。やだ、そうそう、それいいじゃん、それね、はい、あの、うん、呼べば来てくれるらしい、満足してるのは、はい、今だったら無料ですよ、しかもご祝儀持ってきますから、はい、もうちょっとね、もうちょっとすると、
ギャラ発生するんですよ。時間を教えてもらわないとね。そうですね。お笑い芸人呼ぶようなもんですから。そう。まあなんなん高くなっていくわね。ベテランのね。そう。まあでも結構ね、ちゃんとスピーチするときは真面目に話すと思うんで。そう、棒立ちで棒読みになっちゃう。紙持って棒出す。全然違えない。読むとこ間違えちゃった。そう。なっちゃうかもしれない。いいですね。そんなことあるかもね。もうちょっとね。増えればね。じゃあこれ、この取れたてピチピチ君はですね、これどうしちゃうわけですか？まあこれ欲しい人がいればね、売ります。お。はい。でもさ、一応言ったの。ね。本当はこれね、あの買った値段ね、プラス、まあ、50万ぐらいは業者間の相場で50万ぐらい儲けさせてくださいよっていう話はしたんです。でも小売りするときは400万ぐらい乗せるよって言ったんですよ。それは正直に言ったんですか？そう。まあ正直ですね。400万ぐらい、俺ら乗せないと、ほら一緒なんねえから、お前あっちのなんか山の方のお店と、そうですね、猿山の店と一緒なんねえじゃん、ね、な林の中にある店、そうなあ、そしたら同じ値段で売れるじゃない？そうですね、はい、そしたら誰も買ってくんねえとか。誰も買ってくんないです。もうちょっとこう、もうちょっと圧縮しましょう。こんぐらい？こんぐらい？200ぐらいにしようか。200ちょっとこんぐらい。200ぐらいにしようか。こんぐらい。2.5。2.5。はい。2.5ぐらいで、じゃあ売りしたいかなと。でも今の時期買ってくれる人いないんじゃないですか？いる。いるんですか？どんなに金持ってんだよそいつたち。いる。ほらまだ値上がりすると思ってるからみんな。車がちょっと抱え込みたい。そう1台とか2台持って、2台持ってる人、3台もう1台買っちゃうかなとかって言ってる人いるから。なんか 4,5 台持ってる人もいましたね、前ね。いる。結構ね、何台も持ってる人いる、はい、1人で、まあ、今や車としての価値だけではなく、もう投資の、ね、対象として、いい感じの物件に。一応ね、あの投資するにあたって必要な条件ってあります。はい。できるだけ、あのオリジナルに近い方のが、あの比較的値段が上がりやすいです。そうですよね、現状では。昔はなんかいい感じにいじってあった方のが高かったんですけど、今どっちかっていうとこういう感じで、あのいじってはあるんですけど、例えばエアクリとかマフラーとかね、あのアルミホイールとか足回り入ってても全く問題ないんですけど、あの変にシングタービンにしちゃいましたとか、本当にインタークーラーもこんな、ね、10センチ以上あるやつでバンパー切り飛ばしてまで、取り付けましたみたいなんだとダメなんですよね。あとエアロに関してもこういう風な、あの大人チックなエアロじゃなくて、筑波の早稲にあるような会社それ V で始まるところじゃないですか。そうなんかカーテンが仕切られてるやつが、もう友達のところじゃないですか。なんかマー君とかついてる、マー君ミー君のところの、ああいうエアロがついてる場合は比較的安くなっちゃいます。なるほどね。日数もなら大丈夫。日数も逆に高くなります。はい。じゃあ最高の物件ということで、あのよく張り出しのやつとかね、こうなっちゃってると安くなっちゃいますね。よく3,4とかの、よく前が阿部ちゃん乗ってたようなやつとか、鉄板みたいになってあれね、安くなっちゃう。あれよりは、3,4だったらアルティアのバンパーの方が全然高い。あくまでも今の相場を言ってるんですよ。そこのエアロンがクソ安くてクソボロいって言ってないですよ、全然一言も。そうですね。はい、一言も言ってないですよ。今はっきり言った気がする。言ってないですよ。一言も言ってないですよ。ただね、そっちアルティアとかね、こう日数もとかね、そう、してる方が高くなる、高くなりますよっていうお話です。はい。だから投資に目的の人はそういう車を買ってくださいね。バッチリじゃないですか。はい、バッチリバッチリ。あとはね、サビとかが強い場合はちょっと危険ですね。ああ、なるほどね。特に下回り、ボディですね。ちょっと上がり、あの値段が上がりにくいですね。はい。あと内装もできればシートとか、そのハンドルとかその辺とかもオリジナルのがいいですね。他の、あのなんかこうスポーティーなシートとかつけるよりは純正のがいいですね。今や純正シートの方がレカロより高い。そうですね。でもしその純正シートを外して車外のシートを入れた時は純正シートは取っといてもらって。そうですね、はい、あの別に使っててもいいと思うんですよ。ね、デカロとかグリッドとか別にね、あのサポート性はいいし、運転する時楽ですから。そうですね、はい、
だからそれは使っててもらっていいんですけど、はい、まあ売るときに一緒につけてもらえばプラス査定になりますから、うん、まあ、そういうふうにあの賢くね、あの乗って遊んで、うん、あの売るときは片値段に高く売るっていう。そしたら下手したら維持費だけでね、うん、例えば何年間か楽しめちゃったみたいな、うん、まあ ね、1円もかからずにね、下手すると、うん、そうなりそうな気がしますよ、うん、皆さん、うん、3、4欲しい方、うん、借金してでもいかがですか。うん、うん、でも本当に借金してもいいかもしれない、まあ、帰ってくるかもしれないねっていう感じですよね、うんうん、ただ、買った後に例えばメンテナンス費用に思い切りお金かけちゃったりとかする場合はなんかマイナスですね、うん、比較的その、まあ、何もせずに乗れる車を購入された方がいいと思います。なるほど、ね、じゃあコンディションがいいのをやっぱり最初から買った方がいい。そうですね、コンディションいい車をここから買っていただくと、うん、そういう感じですよ、うん、あの本当に2パターンあって、はい、こうそこそこな車っていうのが一番いいんですよ。うん、本当に、うん、比較的うん、めちゃくちゃ極上車だと思う、うん、そう、ね、最初から高かったりとかして、そこまで本当にあの上がる保証っていうのはない可能性もあるんですけど、うん、まあね、そこそこのやつと、あと本当にクズみたいな車を安く買いいただくっていう。そう、でも3、4もうそういうのないんじゃないですか。意外と1000万以下とかの車ってあるんですよ。あ、そうなんだ。うちではあんまり入ってこない、見かけないです、ね、いや、入ってはきますよ、うん、入ってくるっていうか、うん、買ってる時はあるんですけど、うん、まあ、紹介をしてないだけでね、あんま氷に回してない、うん、あ、そうですね、そう、トラブルが起きる可能性があるんで、ただ、うん、買ってそのままにしとけば問題ないです。なるほどね、寝かせば、はい、そう、それを直そうとしちゃダメ。あ、そういうことか。壊れてたら壊れてたまんま置いといてもらえば大事。はい、そう、自然と運ぶ。あれよくさ言うんだよ、直した方が高く売れるからで直しましたとかって、お金このぐらいかかっちゃいましたとかって、ね、見てください領収請求書とかっつってて、ふーんな感じなんですよ。そう、でも壊れてない、壊れてなくて当たり前なんだから、ね、壊れててお金かかったって言ったってそんなにプラスにならないですよ。そう、皆さんのね、はい、考えがずれてるだけですから、うん、壊れてないのが当たり前な車ですからね、うん、車はね、うん、はい、うん、まあ、ということですので、はい、これからもね、まあ、この車だけでなく、うん、34GTR 続々入庫してきます、はい、でさっき言った通り、まあ、投資目的でね今買っていただいて、まあ後で売るのもよし、うん、自分で乗っていただくために買うのもよし、うんうん、だから買い頃としては1700-800万ぐらいですか、市場的に今流通してるやつが。まあそうですね、カーセンサーとかね見るとね平均相場が1600万ぐらいなんですよ。そうですね、はい、はい、だからその辺のクラスのものを買っとくと売りやすくて買いやすいっていう状況になりますね。そうですね、はい、はい、で、まあ、下手したら弊社から買っていただくと少しその価格帯よりはもしかしたら圧縮してくれるかな、そんな要相談ですね。要相談ということで、はいはいはい、他のところよりは融通聞きますので、はいはい、その辺もご相談ください、はいはい、じゃあまた 34GTR 入ってきたら紹介しますので、はいはい、またその紹介でお会いしましょう、はいはい、じゃあまたお会いしましょう、ありがとうございます。